こんにちは。テンバーアカデミー、フ秀レヒデオです。テンバーアカデミーのサポートを受けて、アマゾンイ出を始めてください。今の日本ではね、長生きリスクということが言われています。これからの日本では、本業の収入だけに頼っていると、困ったことになるかもしれません。年を追うごとに厳しくなる生活。老後破産なんていうのもね、話題になっています。こんなことになるなら長生きするんじゃなかった。 普通のサラリーマンだった私は定年からたった10年で破産したというね、なんかもう暗淡たる気持ちになるような、えー、ニュースが結構出ていますで。ちなみに老後破産する5つの原因なんですけど、まあ、家族の病気ね、ねあるいは本人の病気、まあ、家族のアクシデント、まあ、家族のビジネスの失敗、まあ、本人のビジネスの失敗とね、ね、えー、よく起こりがちなことで簡単にまあ破産してしまうと。で、まあ 貯金をすればね、な、え、ん、ー、とかなるだろうというのもね、だいたい目論み外れてるようで、えー、半端な貯金がね、えー、かえって家族の争いの元になったと。あるいは、まあ、インフレが起こったらね、みるみる目減りしちゃうんで、まあ、貯金は役に立たないというようなことが、えー、言われています。で世界的に、まあ、有名な、えー、投資家、えー、ジム・ロジャースもね、 金融緩和のいくつく先はハイパーインフレだということで継承を鳴らしてます。これは日本以外では普通に言われてますね。金融緩和すれば、まあ、その先にはうまく成長しなきゃインフレが来るというのは当たり前なんでですね。この可能性は非常に高いと思います。でハイパーインフレが来たら、貯金なんてのは何の役にも立ちません。それとね、お金があれば税務者は必ずやってくると。貯金が目論見み通り、ね、使えるか。 目論みどり子供に残せるか、まあ、むしろえその目論みがうまくいく可能性の方が低いということが言えています。今ね、えー、死亡消費税とか貯蓄税とか、もう使わない人にも税金かけようという形になってきてますんでね、まあ、これはもうえ貯金をするっていうのは馬鹿げてるんじゃないのかなというふうな言葉で思います。じゃあどうすればいいかということなんですけど、やはりね、 必要な時に必要なだけの金額を稼げるように自力で稼ぐ力をつけるというのがね、えー、必要になってきますで、まあ、今年はいろんなとこ旅行行ったんですけど、まあ、ロンドンパリポルトガルリスボンクレタと、まあ、ヨーロッパいろいろもあってね、えー、どこでも見かけた光景があります、まあ、それがね、えー、露天商っていうかお土産屋さんというかね、えー、もう、えー、自撮り棒とかね よくわかんないおもちゃとか、まあ、皆さん売ってますで。やっぱり物を売るのはね、えー、手軽に始められて失敗のない商売です。まあ、物を売るのに失敗するっていうのはね、えー、店舗とか人件費とかでかけすぎるから、えー、失敗するわけでね、お金をかけず物を売るんだったらもう失敗する率なんていうのはもうほとんどないと。でしかも、稼ぐ人は家内の金額を稼ぎます。まあ、稼げなくてもね、売り続ければ仕入れ資金ぐらいは回収できると。 ましかし、まあ、普通に日本で住んでる人はね、えー、露店を出せる場所がわからないと。まあ、大抵勝手には出せませんしね。で露店で販売してる時間がないと。まあ、普通はお仕事なりバイトなりしてるんでね、えー、露店で販売してる時間もないと思います。ただ、まあ、今の時代の日本に住んでることに感謝ということなんですけどね、えー、Amazon があります。まあ、世界最強のネットショップでね、えー、現在も伸び盛りです。 まあしかも、物販未開の地オーストラリアが間もなく開始予定です。まあ、すでにメルボルンで倉庫の創業を開始しています。そして11月13日にシドニーでアマゾン公式のセーラー希望者への説明会が開催されます。まあ、すでに日本とアメリカのセーラー向きシステムにオーストラリアアマゾンが組み込まれています。 でそのアマゾンに参加するために必要なものなんですけど、まずアマゾンが認めた国の政府発行の身分証明書、アマゾンが認めた国の銀行口座、アマゾンが認めた国のクレジットカードが必要です。でね、これがアマゾンがまあ認めている、売り上げを受け取るように認めている国の、えー、銀行口座なんですけど、まあ、なんと驚いたことにというか残念ながら、日本が入ってません。まあ、ただね、日本の場合は、 えー、ペオニア、あるいはワールドファーストというサービスを使うことによって参加可能です。で日本製品はね、世界中で高く売れてます。えー、日本製品にはね、えー、日本メーカーが中国など海外で作った製品も含みます。アマゾン輸出は簡単です。仕入れたものを販売して儲かったものを売り続けるだけです。100円で仕入れたものを1000円で1000個売ると100万円の売り上げ。これが 10万円だから、えー、90万円のソリと。まあ、ここから経費を引いたものが利益になります。まあ、この簡単な算数の問題ですね。まあ、ただ、えー、このように理想的な結果にはなりません。えー、売れ残りリスク、ね。まず1000個仕入れても全部は売れないと。ね、100個以下の売り上げだと仕入れ代金にもならない。消費倒れリスク。 経費をよく理解しないと輸送費や Amazon 手数料を引いたら赤字になるということもあります。それから返品リスク。返品が多いと赤字になります。また返品が多いとね、アカウントが削除されることもあります。そしてアカウント削除リスク。Amazon のルールを破ったり、ご機嫌を損なうとアカウント削除されます。ね、売り場所がなくなれば手の内ちがありませんで。これらのリスクを初心者が自力で回避するのは難しいです。 テンバイアカデミーでは初心者でも稼げるように Amazon 室サポートを提供しています。サポート内容は、チャットワークサポート回数無制限、スカイプサポートが月2回1回45分、メールサポート、電話でもサポート可能です。それからサポート内容にジャンルの制限はありません。で、初めの投資額なんですけど、75万円です。コンサルティング費用は55万円です。入会金22万円と、 半年分のサポート33万円の合計55万円ですねで7ヶ月目以降は月額3万円でサポートを継続していただくことが可能ですで仕入れ資金は、ね、20万円ほどあれば十分ですつまりあなたが負うべきリスクはボーダス1回分の費用リターンは一生ものの自分で稼ぐ力です 節約してボーナスを毎年貯金して3000万円貯めてもちょっとしたアク,アクシデントでなくなると。一方、身につけたスキルはアクシデントの時こそ使えます。まあ、一見ね、えー、安全な貯蓄は実はハイリスクローリターンとで。そして自分自身のスキルを高めるというのはローリスクハイリターン。最も効率の良い投資なのです。ところで、私は誰にでもサポートしているわけではありません。 以下のの3つの条件をクリアした人だけサポート可能です。まず、1番、サポート費用55万円と仕入れ代金20万円の合計75万円が無理なく払える。そして2番、決断力がある。で3番、クレジットカードを持ってると。えー、上記条件をクリアしてれば、一生稼げるスキルを身につけるチャンスです。Amazon、えー、室サポート、えー、会員募集中です。 こちらクリックしてですね、今すぐサポート内容を確認してください。お待ちしてます。以上、天ンバーアカデミー、堀秀夫でした。